はい、皆さんこんにちは。今日のね、サムチャンネルですけど、今日はこちらのね、コペンですね。こちらの作業の方をします。で、内容はね、インタークーラーの社外品と、インテークパイプの社外品、こちらの方にね、交換すると。で、あと、下回りのね、塗装の方をするっていうとこです。で、こちらにもね、コペンが入ってます。これはまたね、別動画で上がりますけど、もうなんか最近ね、コペンがね、よく来るんですよ。正直ね、触りたいか触りたくないかで言ったら触りたくないですね。めんどくさいんで。コペン屋さんじゃないんですけど、コペンめっちゃ来るようになりましたね。いいのか悪いのかっていうところですけど、とりあえずはね、こちらの作業ですね。こちらね、今回の作業はそこまで難しい作業じゃないです。ただ、インタークーラーとかね、付け替えるたりとか、インテークパイプ変えるのにも、バンパーね、多分外さないと作業できないかなっていうところですね。それではね、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね、まずちょっといきなり養生してる状態ですけど、下回りのね、塗装ですね。で、このね、ハウスの中も塗ります。で、足回りをね、変えてるんで、養生の方をね、してもらってから塗ってもらいたいっていうことなんで、今回はね、こちらの養生をして、塗装の方に入るっていう形です。で、車の方なんですけど、やっぱり年式層でね、結構ね、動画じゃ分かりにくいんですけど、それなりにサビが出てますね。それですんで、とりあえずはね、サビを取ってから転換剤なんかしてから塗ると本当は一番効果的なんでしょうけどね。これだけでもね、何もしてないよりは効果がないわけではないんでっていうところですね。で、結構ね、やっぱり黒い部分の部品のパーツですよね。ああいう補強パーツだとか、あと、なんですかね、アクスル部分とか。で、あとね、両サイドの、中央よりなんか両サイド、サイドステップ寄りな鉄板とかあたりは結構サビが出てるかなっていう感じがしますね。で、その辺もね、今のうちにしっかりと予防しておくっていうとこですね。で、この後これをね、下げて、ハウスの中とかも綺麗にね、塗ってます。それではね、今からこちらの方をバラしていきますね。で、一応ね、順番的にはね、このバンパー外したりとか、いろいろ作業する作業は先にして、下塗りの方はね、最後にやってる作業なんですよね。ただちょっと順番的にね、もう最初に持ってきてるんで、編集の中でですね。ですんで、この状態の時はまだ塗られてない状態になってます。それではね、ちょっとこのバラシの方ですけど、まずね、グリルを外して、グリルの中にいろいろネジがついてるんで、その辺外してもらって、1本だけ残しとくといいですね。最後バンパー取るとき用に。で、このタイヤハウスをこう開けて、この上にですね、3つついてます。で、この3つのネジをね、また外してやりますね。これと、ここと、そのまた上ですね、この部分ですね、に3つついてますんで、両サイドこれを取ってもらうと。で、全部のね、ボルトをですね、外したときに、ナンバープレート付近とかに最後の1本つけておけばいいんで、で、こちらの方を外して、あとカプラを外すと。で、外す分はね、これでいいんですけど、取り付けるときなんかはね、養生してバンパー取り付けるといいと思いますね。で、こちらの方の部品ですね。こちらがね、左側が一つパーツで、右側がね、またもう一つの別のパーツになってます。で、このインタークーラーなんかはね、おそらくニーハオ紹介ではなかろうかと思います。こちらのパイピングキットは、どうなんでしょうね。海外製なのか、どこ製なのか、よくわかんないですけどね。それではね、こちらのパイプの方をね、バラしていきます。で、こちらのね、パイプ、プラスチックでできてるんで、大体割れるんですよね。コペンの人って変えてる人か割れてる人ってもうほとんど見てますね。なんか大体そんな感じですよね。だから今ね、バラしてるあたりの下に、遮熱板ですね。それをこの車はね、前一回つけてるんですけど、遮熱板を。それをしてないとね、やっぱり熱でプラスチックが割れたりとかっていう形らしいです。だから手前の方になんかガムテープかなんか貼ってる部分がなんか自分でね、パテかなんか持って塞いでるっていう話でした。で、あとね、この取り外しですけどね、ゴム類がかなり来てますね。で、今回ゴムパーツ一切取ってないんで、ちょっとかなりね、慎重に外してます。もう本当にね、無理すると割れたり切れたりとかっていうところがあります。ただ、ブローオフバルブの左側、こちらから言うと手前側になる部分のパイプはもう若干切れてますね。で、こちらの方のね、パイピングを外しましたら、次はインタークーラーの方をね、外していきます。で、こちらエアクリーナーですね。まずこちらの方を外します。で、エアクリーナーボルト1本ですね。こちら止まってるの外して引き抜いてもらえば OK ですね。で、今度こちらのね、パイピングっていうか、パイプですね。このパイプをね、また外していきますね。で、この辺とかもね、ゴム類がもう全部固まってるんでね、もう非常に注意してしないと。この人ね、ちょっと長崎県ぐらいから来てるんでね、ちょっとちゃんとね、帰れるようにしとかないとね、帰れなくなるんでね、ちょっとゴム類はね、破損しないようにっていうとこですね。車がね、やっぱ古いんでね、取っとけばよかったですけどね。
で、こちらのね、インタークーラーの取り外しですね。で、下側のね、ナットっていうかボルトをですね、外して、今度裏側についてるこのパイプですね。パイピングの方のゴムパイピングを外して、で、あとキャッチとかを外していって、まあ邪魔になるものをね、どんどん外していきますね。で、インタークーラー手前にあるバーみたいなやつを取れば、もっと作業性はいいのかなっていうとこですけど、まあ、今回はね、外さずにやってます。で、あとインタークーラーにこちらのね、取り付けの部品ですね。インタークーラーについてるこの部品を移植していきますね。そのままだとね、ゴムも何もついてないスカスカの状態になるんで、ね、こちらのパーツ外れて移植できるんで、まあ移植の方をね、してもらいます。で、今度インタークーラー取り付けですね。で、まあパーツクリーナー等を塗って、まあゴム類をはめるときに、まあ装着しやすいようにですね、まあしてやると、まあ作業性がさらに良くなるかなっていうところですね。で、車がね、もう手とか見てもらうと分かるんですけど、真っ黒になってますよね。これ、ブローバイがね、めちゃくちゃすごいんですよ、この車。で、もうね、かなりオイリーな状態になってるんで、ね、これはね、多分何かしらのことした方がいいんじゃないかなと思いますね。多分エンジンオーバーホールとか、まあ、乗せ替えるとかっていうのとかね、まあ、検討した方がいいんじゃないかなとは思います。で、距離もね、まあ、15万ぐらい走ってたんかな、まあ、それぐらいだったと思いますけどね。で、こちらのね、新しいパイプですけど、このパイプがね、めちゃくちゃ出来が悪かったですね。純正を使った方がいいと思います。純正もね、その部分だけは金属でできてるんで、まあ、それはね、そのまま使ってもいいのかなっていうとこですけどね。で、この装着時に、やっぱり案の定避けたんで、かなり奥まで、通常はまってるとこよりね、かなり奥までねじ込んでます。エア漏れを起こさないようにですね。で、あとこちらのね、パイプ関係もパーツクリーナーを塗って、まあ一応合わせながらね、装着すると。で、このパイピングキットの方は、まあ出来はね、悪くはないんですけどね、良くもないっていうとこですね。ね、どうしてもパイピングを装着して、ゴムのね、シリコンホースですね、あの辺を装着してるときに、中にね、やっぱ隙間とかも空いてるし、あと位置が微妙に合わないっていうところですね。だから、本当なら、パイピング同士っていうのはね、しっかりとね、くっついた方がいいんですよね。隙間がね、空けば空くほど、下級圧がかかったときに膨らんだりとかっていうのがあります。で、そういうのもあるんで、やっぱりね、しっかりとね、出来がいいに越したことはないのかなっていうところですけどね。で、あとね、まあ取り付けに必要なこういう部分のステーですね。なんかまあこの辺に取り付けてくださいっていうパイピングから出てるステーがあるんで、まあつけてます。こういうパイピングもね、だからこれはまあ分割式でしたけど、まあ一体式でね、インタークーラー上ぐらいまでなんかつくようなやつとかですかね、そういうのがあったりもするんじゃないかなって思うんで、まあそこら辺はね、まあメーカー様々じゃないかなって思うんでね、まあ、できるだけいいものを、ブランド品なんかをね、できるだけ使ってやるといいんじゃないかなと思いますね。で、あとこちらのね、バンドの方を締めていきますけど、このバンドがまた入んないんですよ。下にあるね、遮熱板が邪魔でね、もう、パイピングと遮熱板がくっついてるっていうんですかね、まあそういう状態になってますね。できるだけね、アルミのパイプなんかは、干渉するとね、最終的に穴が開いたりとかして、まあ厚抜けの原因にもなるんでね。はい、じゃあね、とりあえずつけましたけど、ちょっとフィッティングが思ったより良くなかったですね。で、特にね、こいつですね。こいつのフィッティングがね、めっちゃ悪いですね。かなりここが無理やりな感じになってるんで、だいぶここが裂けましたね。で、もう奥まで結構入れて、一応エア漏れがないようにはしてますけど、もうこの辺とかも変えた方がいいですね。で、これで純正なんですけど、まあ、位置をね、こう合わせたときに、なんとなくの位置をこう合わせたときに、こう見てもらうと、だいたいわかるかなっていうとこですけどね。若干ね、ここのポイントがずれるみたいな感じですね。まあ、つけてみて思ったのはね、やっぱりここのパーツですね。ここはね、純正に戻した方がいいんじゃないかなって思いますけどね。とりあえずは。で、ここのね、部分に、あるかな、このステーがあるんですけど、このステーがね、ここに装着されるんですけどね、このステーをここに装着するように合わせるとね、もうほとんどこの辺がつかなくなりますね。なんで今はね、ちょっと外してる状態にしてます。まああとはもうオーナーさんとちょっと話し合いしてから、まあできることならここはもう純正化した方がいいんじゃないかなと。で、まあ、こっちのパイプなんかはね、変えてもいいんじゃないかなって思うんで、この状態でですね。だからまあこちらは純正に戻すっていうプランにね、切り替えた方がいいんじゃないかなって思います。ただもうちょっとこの辺とかもね、脱着するのがちょっと危ないんでね、今回もこのまま行った方がいいと思いますね。
で、まあ最終的な全体図はまあこんな感じですね。まあ、ね、熱による割れたりとかそういったトラブルはもうなくなるんじゃないかなって思うんで、まあいいのはいいんですけどね。で、あとこの部分ですね、が、まあ先ほども言いましたけど、パイピング同士がくっつかないんで、ね、どうしても隙間が空いてるんでね、ブーストがかかった時に、まあパイプ抜けですね。今はいいんですけど、この車ね、ブローバイすごいんで、多分、将来的にはあのパイピングの中がね、ぐちゅぐちゅになると思うんですよね。で、下級圧がかかると、ポンってね、パイピングが抜けたりとかっていうトラブルも起こるかもしれないんで、まあそこもね、まあ要注意ポイントですね。だからまあ膨らまないようにするんだったら、太いタイラップなんか買ってね、縛ってやるといいかもしれないですけどね。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのねコペンのインタークーラーとインテックパイプのね取り替えと下回りの塗りですね。で、下回りはねやっぱり古いんでね、サビがまあまあ出てましたね。で、足回りがね変えてるんで、まあそこは養生してほしいっていうところなんで、まあ養生してからね塗装しました。で、あとねインタークーラーはまあ可もなく不可もなくぐらいかな、まあ若干フィッティング悪いかなっていうぐらいで、問題はねインテークパイプですね。これね太い方のパイプとあと細いパイプがあるんですけど、太い方のパイプはもう若干悪いんですけど、まあまあいいかなっていうところですけど、問題はね細い方のパイプが全部ゴムの配管を使うんね、まあ、ゴムの配管もともと使いますけど、そのゴム管がもう元々の純正がやっぱカチカチになってるんで、案の定割れたんですよね。で、割れてこれはまずいなっていうところで、まあ、通常よりちょっと奥に押し込んで今はめてますけど、試運転した感じ今のところエアカンでないですけど、早めに変えた方がいいですねこれは。あとね、細い方のパイプのフィッティングが悪すぎて位置が全然違うんで、これもねノーマルに戻す方がいいですね。ただ今このまま戻そうとするとまた外してはめるっていう動作すると、次ゴム管が完全に破れる可能性があるんでちょっとできないんで、ここはねもう部材を揃えてからやらないとちょっと危険じゃないかなっていうところですね。まあコペンはねやっぱり古いんで、まあ、それなりにね、まあ、今までいろんなコペン結構入ってきましたけど、大概ね純正のブローフ近辺のゴムとかバキュームホースとかもう結構ボロボロになってるの多いんで、もう何かその辺を触るんだったらもう一緒に変えるっていう内容にやった方がいいですね。ちょっとねうちもいろいろ分解図とかを取った時にもうその紙を捨てずにちょっと取っとこうかなみたいな、ちょっとパッと答えられるようにね、その辺があった方が話も早いかなっていうところですね。とりあえずね、まあ、今回はこれで終わりです。ちょっとね思ったより時間かかったかなっていうところですね。まあインテークパイプとかはやっぱり元々のね純正プラなんで割れてっていうのはもうよくあるトラブルなんでね、今回でねまあいや大丈夫かなっていうところですけどね、あと下側にも遮熱板が入ってるんでっていうところですね。まあコペン乗りのねユーザーさんたちもまあ参考にしていただければと思います。まあできればね車種的にはめんどくさいんであんまりやりたくはないですけどっていうところです。それではね今回はこのコペンのまあインタークーラーインテックパイプ下塗りですねの作業でした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。